山荘は風流にできていて、大井川が明石で眺めた海のように前を流れていたから、住まいの変わった気もそれほどしなかった。明石の生活がなお近い続きのように思われて悲しくなることが多かった。増築した牢なども趣があって、園内に引いた水の流れも美しかった。欠点もあるが、住み着いたならきっと良くなるであろうと明石の人々は思った。源氏は親しい慶氏に命じて到着の日の一行を供応させたのであった。自身で訪ねていくことは機会を作ろう作ろうとしながらも遅れるばかりであった。源氏に近い京へ来ながら物思いばかりされて、女は明石の家も恋しかったし、つれづれでもあって源氏の形見の金の糸を鳴らしてみた。非常に悲しい気のする日であったから、人の来ぬ座敷で明石がそれを少し弾いていると、松風の音が荒々しく合奏を仕掛けてきた。